おお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 おパッチョどうすんねん、ここからどうしようもない、頑張れ、なんか何かの間違いでカウントは。いやまあこれはね、正直あれや、大魔王が相手やったらまどろみの剣はやっぱ刺さんないし、パッチョはやっぱ対人大会だからっていう意味でまどろみの剣なんだよね。じゃあ大会モードの街の人と戦えば、そのね、パッチョの強さが分かると思うんでね、このゲーム最強軍パッチョっていうことをね、教えてやろうかなと思います。まずは、ひなちゃんおめえだ、日本の未来は、数々の実況者を失踪に追い込み、理不尽を味合わせ、ねえ、怒りをあらわにした人もいたからね、もう大パンしてあーなった人もいますからね。そのパッチョがね、対人モードで負けるわけがないということを見せてやろうかなと思います。よろしくお願いします。使う SP は前回と固定でですね、光の玉はありです。3ターン目に勇気を貯めれるという意味では光の玉ありです。まあ基本的にはね、3ターン目賢者の石を振っていこうと思うんで、よろしくお願いします。パッチの気持ちになります。はい、 NPC チームがどこまでやれるのか。ただもちろん敵の NPC はですね、大会モードクリア後なんで、パッチは何、チュートリアルレベルのチームなんで、いかがなものかと思います。さあ、パッチョが大会モードの洗礼を受ける時がやってきたというわけですね。まあ言っちゃえば逆側ですよ。はい、今はね、パッチョは NPC 補正を受けていたということがね、明らかになるでしょう、このパートで。きっとうん、今までパッチョ、お前はね、多分ね、敵サイドで理不尽を相手に味合わせてたけど、プレイヤーサイドに回ったらどれだけ自分が卑怯な行いをしてたかを知ることになると思います。わーおパッチョも負けないな、お前。おめえも、おおやんのか、お前。今回は久しぶりに大会モードだからね。いつもなんかね、B リモコン2つ持って自作陣やってっけど、まさかのちょっとパッチョこれあるな。勇気も同等、まさかの。会心のおかげで勇気は追いついたね。2ミスの後に。さあ、サンディ、クロスブレードし、ねえ、おめでとう。この羽虫いますからね、クロスブレードに。なんでいるんでしょうね。正直、クロスブレードにまさかこの羽虫出ると思ってなかったっすけどね。さあ、行け行けパッチョアタック行けパッチョ言うよ相性ないの、相性があればね、HP3000 ぐらいになって本当に難攻不落だったんだけどな。さあ、3ターン目賢者の石をするつもりはいますが。はい、あっと、それはまずい。そうだね。さあ、向こうも状態上巻いてくる。だからメイクアップを完全にヒナがね、間違えたよね、あれは。まあ、このチームのヒナは確か2ターン目メイクアップだったけど。うん。あ、これ、入りました。これでかくね？え？パッチョやるぞ！やるな！え、パッチョやるな！ちょ、想像以上にやってる。想像以上にやってくれてるよ。でも勇気全然溜まってません。見てくださいよ。ほら。まだ3ターン目の勇気これですよ。割とコンスタントに、まあ1ミス、あ、そうか、2ミスしてるか。2ミスしてるんで、まあ確かにそうっすね。2ミスしてても、でもまだ勇気半分ぐらいですよ。そう考えたら3ターンで勇気溜まるパッチョっていかにおかしいかが分かっていただけるとは思うんですけど、そろそろね、大会モード洗礼受けてほしいんだけど、君。パッチョ、大会モード洗礼はこんなもんじゃないよ。あ、まあまだヒナはね、このチームになったのは優しい方かな。うん。そういう意味じゃない。来たー、そうそう大会モード逆転補正、これもこれ。そう。大会モードっていうのはね、割とね、不利な仕様が多いんですよ、プレイヤーに。これ多分2ちゃんとかでもまあ書いてありましたけど、多分ね、それはさすがに事実だと思うわ。って思っちゃう。さすがにそれは事実だと思う。おやすみさーんこれどうしようかな、全体で普通にやってった方がいいか。エターナルスラッシュで剣ないかな、微妙なとこだな。パッチョエターナルスラッシュで使わんけどね。いや、パッチョエターナルスラッシュで使わんのよ。いや、パッチョエターナルスラッシュで使わんのよ。ほら、プレイヤーサイドはこの通り、4ターン目ようやくまあ溜まるかなぐらいです。はい。まあ、今回、ヒナなんで、ヒナはね、ヒナというか、モンスターマスターはさすがに、勇気補正が少なめです。まあ、主人公入りチームの時ですね、怖いのは。わあ、いえ
すげえな、お前。さ、大会モードの洗礼ってこういうことですよ。ちなみに僕が言ってる。そう。大会モードは、相手の HP が、と自分の HP が離れすぎると、やたら回避したり、会心出すっていうのは、もうこれ多分ね、全プレイヤーが知ってることです。割と。やっぱ避け始めたね。でも勇気は溜まりました。勇気の総裁には持ってくるでしょう。なんとかいけそうだね。なんとかいけそうだね。うん。なんだったらここで仕留めちゃってもいいよ。パッチョまずは一勝。パッチョまず一勝ね。ここで。ここでまずはパッチョ華麗な一勝を決めていくひななんて可愛い小娘みたいもの。うん。やつは街の中の最弱。いやこれ超えれないんじゃない大会モードを優勝するとですね、大輝のチームがね、まあ割と結構強めのチームになっちゃうんですよ。これは典型的な例ですね。これ超えれないんじゃないその、こいつは一旦目稲妻雷光山です。ちなみに、大輝は一旦目稲妻雷光山。このパーティーの場合。いや、これ超えれないんじゃないだって、キラーマシン雷弱点だぞ、お前。これは嫌な予感しかしません。HP も高いし、デンタザウルスがいってのも やばいですね。デンタザウルスがいるってことはクロスカッターの通りも悪いしね。あ、まあそこでバギーマンするのはちょっとどうかと思うけど僕も。で、真ん中が近く変動を持ってるっていうのもね。さあ大会もの洗礼を今度こそ受けることになるんでしょうか、パッチョ。政治大会準決勝。このチームこそ最強だと思ったパッチョ。大会を優勝した後のね。街の、ははなんだこれ町の住民たちに喧嘩を売っています。私は。僕、デスピザを倒したんだよっていう感じで来たんだろうな。主人公がパッチョった世界線みたいになっちゃってんじゃん。いやー、デンタックルでよかったね。ローリングソーサーだったら死んでたぞ、お前。ほら。デンタックル、そうそう、デンタックルだからよかったけど、みたいな。今のは。さあ、パッチョ頑張れさあ、全国のね、パッチョで泣いた子供たちに。まあ、割と子供どころか大人が泣いてたけどな。大人で懐かしいとか言いながらもう、なんかね、意味のわかる、まあね、正直やっぱね、僕みたいに、まあ何年かやっちゃってるじゃないですか、僕って。何年かやっちゃってるじゃないですか。そうするとやっぱり固定概念とか、何すればいいかを分かっちゃうわけですよ。それも相まって、パッチョに負ける意味って実はあんまり分かんなかったんですよね。なんだったら意図して負けようとして、あんだけ失敗してんだからね、これ。意図して負けようとしたのにあんなに失敗しましたからね僕の場合ただやっぱシステム面とか分かんなかったりとかつばぜり合いとか分かんなかったりチームの作り方相性理解できなかったりとかそういうのがあるとやっぱり厳しいんだなとで自分が使うと今ね気づいてると思うんですけど勇気差が今もうちょっと開いてます同じように攻撃を当てたはずなのに勇気差があるんですよねコンピューターは有機補正というものがありましてですね。そう、有機補正があるから多分ね、これはやばいぞ、パッチョ。大丈夫、パッチョには賢者の石がある。この HP 差をひっくり返せる。おお、すげえないや、割とすげえな。パッチョ頑張ってるんだけど、今日。こんなにパッチョって自分で使って強いキャラではないんだけどな。なんだったら賢者にやってほしいもん、俺。このパーティーはね、真ん中が賢者になればね、本当にいい、あれえ、あれあれまさかあれ近くの変動であれえあ、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 危ねえな、カンコンさあ、パッチョお得意のね、大輝はこのターンで相手を押し切れると考えていらっしゃるようです。いや、賢者の石あります。あと、ゴールデンゴーレム寝てますすげえゴールデンゴーレムは寝ていることで、多分、まだ向こうの木たまんないです、これは。すごいなパッチョが異常に粘ってるぞパッチョ粘ってる粘ってる頑張れ、パッチョあ、いいね、よ、いいよけ、いいよけ、いいよけ。ブレイクオールやばいな。さあ、向こう一体ね、おかしいなことに気づきません?あ、うえおかしいですよ。だって、一体寝てるんですよ。ってことは、命令できる勇気は減ってるはずなんですよ。でも、今、この勇気の同等差です。これが、コンピューターの勇気の溜まりやすいシステムですよね。だから、ゴールデンゴーレムこれ動かれてたら溜まってます、ちゃんと。ニアで。多分ニアピンで溜まってます、ゴールデンゴール動いてんだったら。まあ、それのせいですよね。3ターンに勇気溜まって、っていう理不尽を経験してるのは大体それです。はい。さあ。なんとかまどろみ切りの力でね、なんとか、これさあ、もちろんこちらはね、3ターンで勇気が溜まるわけもありません。
さあ、お互い4ターン目に勇気が溜まりますが、HP が非常にまずいことになってます。ほら、もう向こう勇気溜まってるの。まあ、もうちょっと足りないもん。ちょっと足りねえもん、こっちなんだったら。あれ、パッチョ負けるのか、お前。お前消えんのか。え、いやいや、まだ、パッチョ頑張れ。まだ相手を絶望させる、これ、まどろみ切り。初見殺し。もう、まどろみ切りのね、強さに震えて眠れってことですよ。はい。うん、そいつ眠、ね、行動しても意味ないな。寝てもしょうがないな、お前。こいつ寝させてもしゃあない。戦士なのになんでお前綺麗にゴールデンゴールばっか行くんよ。あ、やばいな。やばいよ。パッチョ頑張って。あれ？パッチョ？まさかパッチョ？お前負けんのか？パッチョお前負けんのか？いや、割と前線してるけど。あ、え？あ、近くの変動を守る？え？モンバトの平和は守られる？ああ！所詮パッチョか。お次は匠。勇気補正のね、もしあれでね、まどろみ切り止めてなかったらもうダメでしたね。はい。あー、自己フラッシュだ。匠もいいパーティー連れてきてくれてよかったです。匠？翼？匠？翼？お前誰だっけ？確かこっち翼。俺いつも間違えんだよね。このメガネのことさ、いつも間違えてる気がするんだけど。さあ、翼ですね。はい。この方は翼です。なんだかんだよ、でもさ、実は、まあ言っちゃいますぞ。ボルブルとかキラーマシンって別に弱いモンスターじゃねえんすよ。攻撃面も耐久面もまあ、目立った弱点はないです。確かにキラーマシン雷弱いとかあるけど、目立った弱点ではないんですよね。そんなめちゃくちゃ弱いとかじゃないんで、モンスターの質は別に悪くないんですよ、このチームって。ただただ言うんだったら職業相性が発動していないっていうのが一番の欠点であり、多分職業相性が発動。あ、いいね、ほら。結構避けるモンスターでもあるからね、ボルブルって。だから悪くないんだよ。これでもし職業相性が発動していたり、SP が今賢者の石使ってるじゃないですか。賢者の石だからいいんですよ。ラビエルとか天使の歌だったら多分、それは初見でもじゃなくても泣いてます、多分これは。ほんまですよ。ああ、まあ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 、全然大丈夫よ。まだいけますね。3ターン目賢者の石するだけなんで僕は。さあ、プレイヤー側になったそのね、パッチョ、その実力はいかに？今のところまあ、あれは仕方なかった。正直、もう筋からで負けてた。デンタがいた時点で負けていた。うわデンタがいた時点で負けてたっちゃ負けてたからな。うん、しゃあないけど。でもね、煉獄おーい、なんか知らんけど受けられた。まあ、12% くらいか、あいつって確か。さあ、大会モード。プレイヤーサイトとなったパッチョ。絶望を味わうのか、それともやっぱりパッチョ強いのかの二択ですよ。いや、クラス取った。はい。あー、いや、煉獄長避けすぎじゃない？獄長。獄長ちゃん、ちょっと最近ちょっと調子乗ってない？タクトに評価されたからって。まあでも、スイートサイクル、そうそう。やっぱりね、耐久そんな、めちゃくちゃないわけではないし、戦士っていう職業がね、やっぱ強いからね、決定打にかけるぐらいかな。まあ、全然大丈夫よ。全然大丈夫です。ここでね、賢者の石を使うんですよ。ここで HP 差をね、広げる賢者の石を使うことに相手は絶望します。で、この3ターン目にね、もう、勇気が溜まるんで、議論の余地がないんですね。はい。最強ですよ。なんかね、謎の力で、ね、勇気がね、ここからね、マックスに溜まる。光る球を使わずとも溜まるんでね、議論の余地がないんですね。あれ？おっとよくやるやつ、よくやられるやつ。そうそう、大体賢者の石使おうがギガスラとかギガデイン振られればトントンになっちゃうんですね。あれ、なんか嫌な感がすんな、これ。なんか嫌な感してきた、俺。おお、あれ大丈夫かな、俺大丈夫か、あれ大丈夫、なんか。あれ、1ピリオディあっただけだよね、確か今。あ、いや、1ピリオディあったのか。あれ、え、あれ俺、パッチョ、もしかして、お前、おい、パッチョ、これ嫌な予感がするな、俺。あははは、やばい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 。2ピリオディしてるし、なんだったらな。うん。さあ、眠りよりと、いざなう。おお、すげえ、奇跡だ。こいつ寝なかったら終わってたぞ、お前、多分今。多分ね、今ね、嘆きの亡霊を、よく止めたわ。止めてなかったら負けてます、これは多分。はい。止めてなかったら100負けてましたよ、今。だって勇気溜まりますもん。3ターンで勇気溜めて負けルートでしたからね。今、奇跡が起きた。奇跡的に溜まんなかった。向こうなんで寝てんのにこっち溜まってないね、みたいなね。これが勇気の差ですよね。まあ、目に見えてわかるっていうのはこういうことですね。
CPU の大会モードは結構相手がずるいっすよ。まあずるい。パッチョ今お前それを味わってんだよ。パッチョ今多分ね戸惑ってるよ。おかしいなーみたいな。あ大丈夫かな。いやまあまあでもこれねパッチョ一番嫌なパターンだよね。パッチョくんにしてはパッチョからすると実はすごい嫌な対面になってますねこれ。だってとどめつまぜり合いですよ。パッチョのとどめつまぜり合いなんか見たことねえんだけど俺めったに。めったに見ねえよ。よかったよかった。3ターン目勇気貯められて巻きがさ、さっきからね、もう本当にギリギリ回避してばっかだね。まどろみの剣偉大すぎない？え、まどろみの剣すげえ強い武器に見えてきたんだけど、パッチョが強い武器に見えてきたんだけど、どういうことなのこれ。CPU 補正をことごとくなんとかして回避してるんだけど。さあ、なんと、とどめつぼせになってしまいました。パッチョ、いけんのか？パッチョ、いけんのか？パッチョ、パッチョは、つまさともつかり合った！戦士大会準優勝パッチョ、なんと、大会モード優勝、この匠に、匠すごさーよっしゃーいけ、パッチョ何してんだよ、パッチョ、一体。え、パッチョ、いけ、パッチョ特製とどめ、適当とどめつき。なんで勝ってんの？いよいよ竜太戦。あ、全ての回避。ああ、一番外れのパーティー引いた竜太の中で。ああ、これはダメだ。あ、さあ、選手大会準決勝、もはや覇者と言っても過言ではない数々の実況者を泣かせてきた、パッチョ VS 確かに竜太も数々の実況者を泣かせてきたな。そうですよ、リュータの武闘家時代ってすごい強かったりとか、オープニングでやっぱさ、チュートリアル的にボコボコにされるじゃないですか。お互い初見殺し同士ですね。はい。お互い初見殺し同士がぶつかり合う。ね。もうリュータなんてチートじゃねって言われてますからね。ただリュータはなんか負けバトルみたいに思われるから、まあまあ実際負けバトルみたいなもんですけど、あれ。だからまだは踏ん切りつきます。パッチョに負けるのは踏ん切りがつかない人がやっぱ多かったっすよね。さあ一番やばいね、今回は。ああ、外してるよ。空振りですね。ただ問題は、リュウタが今回、ものすごい強いパーティー持ってきてしまった。あー、それまずい！いやー！このゲームではメタルハンターの方がキラーマシより強いんだぜ。あ、ファイナルボール助かったわ。アマかけるリュウの剣技でドカーンってなるのもいいよ。でもファイナルボールもやばいよ。いやー、強い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 って！しかも勇気減ったし。やばいぞ、これ。さ、勝てんのか、これ。パッチョ。パッチョ、勝てるか、お前。いや、これ勝ったらお前すごいパッチョ。あ、あ、さあパッチョね、今ね、感じてるよ。あれ、いつものようにこの、なんでだろう。あれ、いつもみたいに3ターンに勇気たまんない。なんでだろう。え、あ、え、仕掛けられた。あ、そっか、こいつ仕掛けてくるんだった。パッチョどうする、パッチョも頑張れ、パッチョ。パッチョ、仕掛けられる側になった。お前いつだよ。だってパッチョはね、確かにいつもスタバで仕掛けないとダメだからね。パッチョ頑張れ。パッチョ頑張れ。おお、パッチョ、パッチョ強いぞ。パッチョのつばぜりがやたら強いです、今回は。本日、パッチョのつばぜりがやたら強いです。こうなったら、賢者の人に逃げ切るしかないでしょう。あのさ、俺一つ言いたいんだわ。頼むから、お前らは3体にとどめ一撃撃てよ。パッチョみたいに、その、本家パッチョみたいに3ターンでとどめ一撃を撃って、1回ぐらい撃ってほしかったみたいだ。今日、1回も撃たれないんですよ。別に普通ですよ。割と普通に撃たれるんですけど、これ一発収録で誰一人としてちゃんと撃ってくれなかったっていう。基本的になんか押し切られて負けてるか、なんかよくわかんないけど窓右で止めてんですよ。ここで賢者の石ですよ、やっぱ。これで賢者の石を使うことによって相手は絶望します。HP 差がね、全然変わらへん。ラビエルでええってこれ。絶対ラビエルか天使の歌で、これは。まあ、コンビに出た天使の歌やラビエルはもっと強いですからね。何使ってくんだっけ？はい！またかよ。まあ、合ってるけど。合ってますけど。ああ！賢者の石を無に返されました。さあ。これ、耐え切れば勝ちだからね。耐え切って、いつものパッチョパターン入れれば勝ちですよ。ああ、来た！アーマンかける竜の剣技！やめてー！おお、ラッキーって、なんでミスってんだよ、甘かける竜の剣技を。なんでお前ミスってん、今日ミス多くない君。甘かける、
うわー、どういうこと？戦士避けたって。戦士避けたってさ。あれ、パッチョもしかしてあんのか？これマジでパッチョあんじゃねえかな。あれ、パッチョってよ、あれ？戦士の回避っていくつだっけなー。マジで避けないのは覚えてんだけど。パッチョ最強かもしれん。なんか俺見つけちまったかもしんね、このゲームの心理に。ま、これがモンバトの面白いとこではあるんですけど、そう、すごい面白いとこなんですよ。一見なんか無理じゃねみたいなチーム構成でも、誰でも均等に戦える、ま、多少の運、こういう多少の運があってこそ、みたいな。もう、昨今のゲームはね、もう、極論すぎてダメ。もう、ダメなもんはダメ。1ダメージしか出ない。本当にね。最近のクロスブレードは1ダメージしか見えなーい必殺技も通常攻撃もブレスも全部1ダメージで見えなーいハズキルペになっちゃったんじゃん、もう。ハズキルペの宣伝やってんの俺。そんな、こう、なんかハズキルペの広報活動みたいになっちゃったじゃん。やめて。あー、それはまずいやつだ。主人公止まっちゃった。ここから負けあるな。このターンに勇気たまんないんすよ。そうなっちゃうと。主人公のまどろみ抜きりで勇気貯めたかなと思ったんだけど、たまらないね、これは。やばいよ、これ。これ次のターンまで耐えないとダメですね。いやー、お、やっぱリュウダには勝てねえのか、パッチョ。パッチョ頑張れ。あれ、これ待って。あれ、なんかさ、気づかない？あれ、おかしいな。え、あれ、なんでさ、あれ、さっき俺つばぜりを勝っ、大会モードの恐ろしいとこが今出てますね。大会モードの恐ろしいところが今出てますよ。そう。敵の勇気上昇量が早いんで、僕が競り勝ったのにもかかわらず、敵がとどめの一撃を打てるんですよ、このゲーム。普通はそんなことないんですよ。光の玉使えばいけますから。はい。光の玉使えばいけますよ。光の玉を使ってないのに追いついてしまっていると一体絶対どないやってんねんという話です。メタルハンターに。ああ、え、ああえ、おっと、相手の攻撃、頑張れ、耐えろ、うわパッチョ分からされちゃう。まあ所詮パッチョだってことだな。うん、おめえにはやっぱ敵サイドがお似合いだ。